感動線 Wonder Circle Stories Brought to you by 東京感動線。東京をぐるっと一周走る山手線は世界的にもユニークな地上を走る都心の環状線。歴史的、文化的に多様な個性の街と街、人と人をつなぐまさに東京感動線。このコーナー東京感動線 Wonder Circle Stories では毎週一組のゲストに山手線沿線の思い入れのある場所とそのストーリーを語ってもらいます。今回登場していただくのはスーパービーバーのボーカル渋谷龍太さん。渋谷龍太さんは1987年東京都出身。2005年に4人組ロックバンドスーパービーバーを結成。2009年にシングル深呼吸でメジャーデビュー。昨年バンド結成15周年を迎えソロプロジェクト渋谷逆太郎としても活動されています。そんな渋谷龍太さんが語る山手線にまつわるストーリーとは。長谷川ミラさん、スタートラインをお聞きの皆さん、こんばんは。スーパービーバーボーカル渋谷龍太です。はい、今回は私スーパービーバーボーカル渋谷龍太の山手線線にまつわるエピソードということなんですけども、生まれてから今に至るまでめちゃくちゃ乗ってます。僕山手線が大好きです山手線ばっかり乗ってますね。ってから山手線乗ってますよ。高校生の自分に最寄りの駅が、新大久保だったんですよ。なので新大久保から、電車に乗って渋谷で乗り換えてっていうのを、3年間やってましたし、基本的になんか自分が住んだりするのも山手線が近くに通ってないと嫌だ。そんなぐらい山手線好きです。よく遊んでたのも、まあ私渋谷は生まれが新宿なので、新宿でよく遊んでたんですけど、まあ高校の時は渋谷から帰ってくるんで一つ前の新宿駅で降りて、レコード屋さん行ってレコード漁ったりとかっていうのをずっとしてましたよ。はい、そんなにエピソードというエピソードはあれなんですが、すごくこうやっぱ近くにあるので、身近にあるので、なんかもうなきゃ困るみたいな、そんなイメージですね。はい、新宿、そうですね、新宿は、主に新宿ロフトでよくライブしてましたね。だし一番飲みに行った箱も新宿ロフトです。はい、大好きな箱ですね。あそこがライブハウスとしてめちゃくちゃ僕とっても素敵だなと思ってるんで、すごく魅力的な箱です。おすすめスポットっていうのはこれはあれですか、新宿とか新大久保の。そうですねどこだろうな、もう今結構様変わりしちゃったりしたんですけど、新宿はあれですね、レコード屋さんとかすごく多かったですね。なんかこうここでしか買えないレコードとか、っていうのが結構あったりしてたんで、高校の時はそれをよく漁ってました。デモテープとか買ったりとかもしてたんで、うん。そういう思い出がありますね。で、新大久保に至ってはもう今、僕が知ってる新大久保じゃなくなってきてますね。なんかね、ちょっと観光地化してますよね。なんかでも綺麗になったからいいんじゃないですか。なんか人も増えたしいいなと思ってます。はい、ということでスーパービーバーボーカル渋谷龍太の山手線沿線の思い出でした。